マルクス・クラウディウス・マルケルスは、共和制ローマのプレブス出身の政治家、軍人、執政官を3度務めた。初回と2回目の執政官就任時には、いずれもリグリアに勝利して、外戦式を2度実施している。紀元前153年に、ローマ軍がヒスパニアでケルティベリアに敗北を喫すると、 マルケルスはその軍事能力を期待されて、紀元前152年に3度目の執政官に就任したが、これはウィリウスポに反するものであった。マルケルスは比較的温当な講和を結ぼうとしたが、元老院は戦争を継続することを要求した。紀元前151年、マルケルスはケルティベリアを降伏させた。紀元前148年には外交施設として、 ヌミディアへ派遣されるが、船が沈没しで起死した。マルケルスは、ヒスパニア最初の植民都市であるコレドバの建設者でも、ある。クラウディウス氏族には、パトリキ系とプレブス系があるが、クラウディウス・マルケルス家は、プレブス系である。クラウディウス・マルケルス家からマギステル就任者が出た時期でも、クラウディウス・クラスス家のクリエンテスであった。マルケルスのコグノーメンは、 プラエノーメンのマルクスに由来するが、プルタルコスによれば、その語源は、ローマの軍神であるマルスである。マルケルスのコグノーメンを最初に名乗ったのは、紀元前331年の執政官、マルクス・クラウディウス・マルケルスである。紀元前331年から紀元前51年までに、マルクス・クラウディウス・マルケルスの名を持つ、執政官は7人いる。本記事のマルケルスは、 紀元前196年の執政官、マルクス・クラウディウス・マルケルスの息子で、第二次ポエニ戦争の英雄の一人で、執政官を5回務めた、マルクス・クラウディウス・マルケルスの孫である。マルケルスが記録に最初に現れるのは、紀元前177年に、父の死に伴って、仁義官に就任した時である。紀元前171年には、御民官を務めた。この頃ローマでは、 第三次マケドニア戦争の勃発に伴って新たな軍が編成されていた。ケントリオたちが部隊の編成に以前の実績が考慮されていないと苦情を伝えると、マルケルスと同僚の一人のマルクス・フルイブス、ノビリオルは失政官にその旨を伝えるとしたが、他の五民官からは支援を得られなかった。紀元前170年、フィオバのボイオティアの都市シスビの住民に関する、 上院令に立ち会い人として署名している。紀元前169年、マルケルスは法務官に就任。その職権をもって、執政官、クイントス・マルキウス・ピリップス・トグナイウス・セルイリウス、カエピオを長兵時の不正で訴え、元老院の代理として彼自身が新しい軍団を指揮することとなった。くじ引きの結果、マルケルスはヒスパニアの戦線を担当することとなった。 ちょうどこの頃、ヒスパニア・キテリオルとヒスパニア・ウルテリオルは一時的に統合されていた。ティトゥス・リウィウスによれば、マルケルスはマルコリカを占領したとされ、戦利品として10ポンドの金と100万セステルティウスの銀を持って、紀元前168年末にローマに戻った。ロシアの学者、コロレンコスは、すでにこの時期にバイティス側に面し、後に、 ヒスパニア・バエティカの首都となるコルドバが建設されていたと考えている。ウィリウスポで定められた最短期間が過ぎたため、マルケルスは紀元前165年末に翌年の執政官選挙に立候補し、パトリキ候補のガイウス・スルピキウス・ガルスと共に当選した。執政官としてマルケルスはガリア人に、ガルスはリグリア人に勝利し、 両者共に外戦式を実施している。紀元前155年、マルケルスは二度目の執政官に就任。同僚執政官は、プブリウス・コルネリウス・スキピオ・ナシカ・コルクルムであった。ウィリウスボーが定める最短期間の10年を経過した直後の当選であったが、これはスキピオ・アフリカヌス以来初めてのケースであった。マルケルスは再度リーグリアで戦い、ローマの植民とシルナを防衛した。 この功績を叩いて、マルケルスは二度目の凱旋式を実施している。マタルナのフォルムには、彼の像が建てられた。紀元前二世紀のイベリア半島。代々が、ヒスパニアキテリオル緑が、ヒスパニアウルテリオルマルケルスの次の任務は、ヒスパニアでのローマ軍の敗北に関連するものであった。紀元前五十三年に、執政官クイントスフルイウスノビリオルが、ヒスパニアキテリオルで、 ケルティベリア人に敗北しており、この危機に対してマルケルスは3度目の失勢官に選ばれた。これは明らかにウィリウスポーに反するものであった。その経緯や他の立候補者に関しては不明であるが、研究者たちはマルケルスの軍事能力をもってヒスパニアでの戦争に早急に終了させることが目的であったと考えている。同僚失勢官はルキウス・ワレリウス・フラックスであった。 フラックスはマルケルスをそれまでも支援していた可能性があり、両者は良好な関係にあった。したがって、通常とは異なって、担当戦線のくじ引きは行われなかった。マルケルスは、元老院と民会の特別の決定で、ヒスパニアキテリオルを担当することとなった。マルケルスは、ノビリオルが失った兵を補充するために、イタリアで、不評8000、騎兵500を調募した。 紀元前152年春、マルケルスは軍と共にヒスパニアに入ったが、総兵力は2万3千に達していた。マルケルスはオキリスを降伏させると住民を寛大に扱った。このような寛大さと謙虚さを見て、ネルゴブリゲはマルケルスに講和を申し入れた。しかし講和成立後、ネルトブリガの住民はローマの後衛部隊を攻撃した。このため、 マルケルスは町を包囲し、再度の講和要請に対して、あれは貴族、ベリ族及びティ貴族も講和を受け入れない限り、これを許さないと宣言した。これを知ると三部族は、第一次ケルティベリア戦争後のティベリウス・センプロニウス、グラックスマイヨルとの合意を更新してもらえるならば、ある程度の懲罰は覚悟することを表明した。対して、 ローマとの同盟関係を維持し、敵対する部族から襲撃を受けていた部族はこれに反対した。このため、マルケルスは停戦のみを実施し、両者からの代表団をローマに送った。しかし元老院では、マルケルスの行動は理解されなかった。マルケルスの性敵は、失政官は、新たな名誉を得るために敵に有利な条約を結ぼうとしており、また、 戦争前から消極的であったと非難した。マルケルスの政敵の中で著名なのは、プブリウス・コルネリウス・スキピオ・アエミリアヌであった。マルケルスはもっと積極的に戦争を継続するよう命令された。加えて、翌年には、全執政官としてのインペリウムは与えないことが決定された。マルケルスはコルドバで投影した。コルドバは彼が建設したもので、この地域では、 最初のローマ植民都市であった。ストラボンによれば、コルドバは、肥沃で広大な地域であり、ローマ人と先住民を選んで植民が行われた都市であった。ケルティベリアとの停戦期間を利用して、ヒスパニアウルテリオルのルシタニア人に一撃を与えた。おそらくは、彼の行動は、属州総督、マルクス・アティリウス・セランヌスと協力したものであったと思われる。 この攻撃の目的は、兵士に略奪の機会を与え、自身の名声を上げると同時に、ケルティベリア人に精神的な影響を与えることであったであろう。また、マルケルスは、ネルゴブリゲを教習した。マルケルスの後任であるルキ,ウキュースリキニウスルクルスは、イタリアで兵を集めるのに極めて苦労しており、このためマルケルスには、ケルティベリアとの戦争を終わらせる時間ができた。 マルケルスは敵軍をヌアンティアに追い返し、その後ベリ族とティティ族は降伏した。彼らは600タレントという莫大な賠償金を支払い、人質を差し出し、ベリ族とティティ族は今後高納金を支払うとともに、ローマ軍に兵士を提供することとなった。ローマでこの条約がどのように取り扱われたかの資料はない。ヒスパニアに到着したルクルスはバカ遺族と、 ルシタニア人とのみ戦っていることから、元老院が条約を批准したことがわかる。他方で、この条約に関して会議的な見方もあったと思われ、マルケルスの支持者たちが批准にこぎつけるまでには非常な苦労があったであろう。紀元前百五十一年にローマに帰還。外戦式は実施できなかったが、コロレンコフによれば、すでに二度の外戦式を実施しており、特に重要なものではなかった。 名誉と勇気の神殿に、マルケルスは三体の像を建てている。すなわち、彼自身、父、及び祖父の像であり、合計で9回失政官を務めた三人のマルケルスと刻んだ。同じ年に、マルクス・ポルキウスカとケンソリウスは、失政官の再任禁止を求める演説を元老院で行い、それに沿った法律が制定された。紀元前148年、 すでに第三次ポエニ戦争は始まっていたが、マルケルスはヌミディアをマシニツサへの施設の一人となった。しかし航海の途中で嵐に遭遇し、事故死した。家系図以外の資料では明らかではないが、マルケルスには同盟の息子がいたと思われる。その息子、すなわちマルケルスの孫には、紀元前91年にアゼチカンとなったマルクス。 紀元前80年の法務官であるガイウスがいる。その後のクラウディウス・マルケルス家の者たちは、アウグストゥスの義理の兄である、ガイウス・クラウディウス・マルケルスミノルも含め、すべてが、マルケルスの子孫である。古代の歴史家たちは、マルケルスを、最高の勇気、新人、勝利の栄光の持ち主であったとするが、ポリビオスだけは例外である。第二次ケルティベリア戦争での振る舞いに、 心が弱っていたとしている。しかし、フランスの歴史学者 G サイモンは、ポリビオスは、マルケルスの性敵であるスキピオ・アエミリアヌスの庇護を受けており、マルケルスに対する評価は、真実ではないとしている。現代の歴史家は、マルケルスが、ウィリウス・ポーが要求する、最短期間である10年が経過した直後に二度目の、執政官に就任したことを重視している。紀元前2世紀において、 マルケルスより多く執政官を務めたのは、ローマ軍の軍政改革を行ったガイウス・マリウスのみである。アスティンはマルケルスをその時代の最高の軍人の一人であったと認めている。マルケルスが紀元前151年にケルティベリアに勝利した後、ヒスパニアでは紀元前143年まで戦乱は発生しなかった。ありがとうございます。